葵さん、やっぱり素敵です。この前の D4 フェスのお写真、つい学校に持ってきてしまいましたわ。一緒に撮らせていただけたなんて、これは一生の宝物ですわ。はるなちゃん、それ何の写真？あっ！くるみさん、驚かさないでください。これは何でもありませんわ。隠さなくたっていいじゃん。私知ってるよ、葵さんの写真でしょ。どうして知っていますの？あ、本当にそうだったんだ。な、騙しましたね。ほんと、はるなちゃん葵さんのこと大好きだよね。変な言い方はやめてください。私は同じ DJ として葵さんを尊敬しているだけですわ。へえ、じゃあみゆちゃんとみーこちゃんにも教えてあげようっと。ダメです、余計なこと言うんじゃありません。はるなちゃん、教室にいるの？この声はみゆさん。ちょうどよかった、みゆちゃん聞いて、はるなちゃんがね。あ、くるみさん、ちょっとこっちに来てください。うわ、あれ、いない。声が聞こえたような気がしたんだけど、くるみちゃんもいないの。二人とも先に帰っちゃったのかな。ここまで来れば大丈夫ですわね。はるなちゃん、腕、首が締まって苦しい。あ、ごめんなさい、くるみさん、つい必死だったもので。あ、苦しかった。いいですか、くるみさん、くれぐれも例の件は内密にお願いしますね。例の件って？ですから、先ほどの。ああ、あれね、はるなちゃんが葵さんの写真を。し、ごめんごめん。何がお望みなのですか？望み？何のこと？とぼけないでください。どうせくるみさんのことですから、口止めするためには何か条件が必要なのでしょう。わかってるね。あのね、ちょっと行きたい場所があって。行きたい場所？うわー、見て見て、はるなちゃん、商店街がハロウィン仕様になってる。ハロウィン本番はまだ先なのに、ずいぶんと盛り上がってますわね。この商店街ってハロウィンの時期になるといつもこうやって盛り上げてるんだ。何かいたずらで使えそうなものないかな。もしかしてハロウィン用のいたずらグッズを買いに来たのですか？そうだよ。だからはるなちゃんもみーこちゃんとみゆちゃんには秘密にしておいてね。まさかいたずらの片棒を担がされるなんて、こんなこととても人には言えませんわ。ちょっと、あんたたち、何を驚いてんのよ。私よ、むにちゃん、久しぶり。コラボユニット以来だね。くるみ、久しぶりね。それにしても二人だけだなんて珍しいじゃない。みゆとみこはどうしたの？まあ、いろいろと事情がありまして。むにちゃんもいたずらグッズ買いに来たの？あんたと一緒にしないでちょうだい。私はハロウィンイベントの発表会を見に来たのよ。ハロウィンイベントの発表会？あら、あなたたち。わー、椿ちゃん、それに葵さん